今日は町田市農業祭に来ております。こちらは栗とピーマンが並んでます。数がちょっと少ないですね。ピーマンは全体で4点、その中で努力賞の作品がこちらです。非常にこの癖があります。上は銭湯ですので、この太陽の明るさとは違いますが、それからもっと太陽の音だと綺麗な色になると思います。こちらにはパプリカというしたもの、形はキウイのようですが、どんなものですか？ピーマン。ああ、すいません、ピーマン。ピーマンの完熟。ピーマンのですね。ピーマンの完熟さやつ。完熟さのと同じなんですよ。じゃあ料理は同じですか？そう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 。料理はまあ、サラダ入れたりね。はい。色付けに。ピーマンの中でも黄色いピーマンとかあることは、こっちの方が甘いんですか？完熟してるから。色は違うだけじゃなくて、完熟してるってことですか？そうです。ピーマンも完熟すると赤くなるんですけど、それより肉が熱いんですから、パプリカっていうのは。肉はこの私たちは緑の状態ですが、だんだん売れてくると黄色く赤くなってくるということですね。それが完熟したものがこちらだそうです。ピーマンのコーナーから終わりました。努力賞がついております。終わります。